の皆さんはブーゲンビリアの皆さんです。いやメンバー紹介をこっちからもう行きましょうか。はい、はい、ギターの正隆です。イエイ。ボーカルリエです。イエイ。ベースの鈴木雅人です。よっしゃ。はい、はい、ドラムの誠ですよ。で、ブーゲンビリア、どういうタイプのバンドかっていうことをちょっとこの番組を見てらっしゃる方に説明していただきます。代表で誰がいますか？これはリーダーから言ったところ、そうそう、結成あたりから言ってで、リーダーは誰ですか？リーダーは全員。あ、そうですね。どういう感じですか？まあ、もともとはハードロックが好きだったんですけど、はい、もうちょっと大人なので、はい、ハードロックもありつつ、ちょっと違うジャンルもこう作りつつという感じで、はい、まあ、オリジナルがあればいいなということでやっております。はい、はい、ちょっと説明、わかんない。わかりづらいですかね。どんなサウンドなのかっていうのが、ああ、なるほど。いや、とりあえずちょっとライブ の映像をちょっと見てもらいましょうかね。はい、どうぞ。なんとも独特な、ね、オリジナリティのある、ブーゲンビリアのメインで言ってるんですけど、もうね、もう声の方がガラガラ声です。そこか。いやもう、どこぶ、まあ、今日に限り、今日特別っていうこともなく、なかなかいいところの次の方もね、かっこいいですよね。パッと見たらもうめちゃくちゃいい音だし、
なんかこうすごいセクシーなところで歌を奏でたですからね、恥ずかしくなってきました。キー好きなんですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ります。で、近場じゃなく、これから今年どういう風な動きでやっていくかなっていうのを、ね、最近レコーディングしてないんで、レコーディングしたいと。音源はもう何枚出してる？2枚出しております。はい、ジャケットはこんな感じです。ない、はい、今もうだからもうそうそう、まあ、ムーゲンメディアでどこを制作してるか知ってる？ムーゲンメディア、小杉？小杉、バンドこんな感じで、そんな感じで制作してもらえば、あ、本当にいいサウンドですよ。もう独特のノリなんだよ。初めてやった時、サウンド聴いて一発で、ああ、いい感じ、流れだったね。ありがとうございます。ありがとうございます。で、音源聴いてもらってね、よかったら、レコーディングをして、もちろんライブ活動は、やっていきますよね。やっていきます。大体どれくらいのペースですか？ぼちぼちです。はい、僕はぼちぼちで。ぼちぼちです。ロックミュージシャンっぽいしょ、この言い方。なんか、一癖二癖あるようなロックバンドのセリフでさ、ぼちぼちです。さあ、とりあえず、1ヶ月に1回ぐらいのベースかなんかで、そうです、ね、月に1くらいの。あれ、飲みちゃった。やっております。やっぱ大方とか安城とかのセリフにしてみて、やってますので、その情報をね、よかったら。ということで、よろしくお願いします。ブゲンメディア、お願いします。ブゲンメディアです。はい、マシロロック道場でした。ありがとうございます。